ではまずまゆちゃんから、はい、はい、お願いしようと思います。はい、はい、魚住まゆと申します。この度新しくウェザーニュースキャスターとして参加仲間入りさせていただきますとっても緊張していますが一生懸命頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。お願いしますー私は最近観葉植物を飼って育てていて、うん、その子ピノキオって名前をつけてかわいいなんでピノキオにしたの。なんかぐんぐん伸びていってほしいなと思って。なるほど、願いから、はい、ピノキオくんにしていてかわいいよろしくお願いします。お願いしますこれからですね、はいどうでしたか。緊張も緊張しました。うん、私も今してますおせんべい、おせんべい、あ、おせんべい出てる、あ、おせんべい、かわいい、おせんべい、かわいいですね。え、おせんべいって三角じゃないんですね。丸か。私は丸派かな。あ、丸派か。あ、確かにおにぎり焼きおにぎりと間違えました改めまして、はじめまして、今日からウェザーニュースキャスターを務めさせていただきます、魚住まゆと申します。年齢は24歳です あ、血液型は O 型です。山口さん、お願いいたします。そして、はじめまして。はじめまして今日からウェザーニュースキャスターとして、はい、はい、ウェザーニュースニュースキャスターを務めさせていただきます、はい、大谷舞です。お願いいたします。お願いいたします。あの、予報センター担当しております、はい、山口と申します一つ挙げてます一つよろしくお願いいたします。出るかな、頑張れ頑張れ諦めないで散歩した気分になれますね。なんだかこう鳥になった気分がしますね。イエーイってマユはマヨをかけます。マユ大好きじゃない、マヨ大好きで、私あの好きな食べ物たくさんあるんですけれども、こう 3つあげてって言われたら、お肉、お寿司、アイスクリームなんですよツーリングいいですか、大型女子で魚魚になりました私ねえ、どっち、なんか2匹いましたけど、どちらのお魚でしょうかありがとうございます。そうなんですよ、うん、この先ね、やっぱりバイク行きたいと思ったら、海沿いじゃないですね、バイク免許取ろうかなというふうに思ってます。2匹いいですね。2匹とも可愛いね。欲張って2匹とかどうですか、どうですか。あ、すごいたくさん増えちゃいました。あ、うわ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 、あ、寿司、あの本当に不慣れでバタバタしていましたが、お付き合いいただき、そして温かいメッセージもたくさんいただき、本当にありがとうございます。という間ですねでも本当にあの皆さんのコメントに救われて、あの楽しみながら、緊張しながらも楽しむことができましたので、本当に感謝しています。すごかったですかもう全然です。この後もちょっとだけクロストークありますので、この後も応援していただけたらと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。緊張しましたよね。いや本当に緊張しました。なんで、そうなんです、名古屋つながり。そうですね、あの名古屋出身ということで、はい、私はあの名古屋市の隣にある豊明市という小さな市があるんですけども、豊明市、はいはい、お隣の市ということでとっても嬉しいですねお隣ですね、はい、ありがとうございます。声出してしまうぐらい驚いたことがありまして、はいはい、あのですね、なんと誕生日が一緒でした。そうなんですよね。え、ご存知ですか。はい、98年、うん、大
学3年生ですよって話をしまして、私が大学3年生で、あの大学はあの名古屋市内に通っていたので、うん、ちょうどそういった名古屋市内に通っている時に、うん、おぎゃーと、おぎゃーと新しい命が生まれたんだなというふうに思いまして、ちょっとねびっくりしましたね。次はですね、明日のコーヒータイムでまた出演させていただきますので、一生懸命頑張りますので応援いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。何ですか、すごいですね。ありがとうございます、ね、こうスイスイと頑張りますのでよろしくお願いいたします。なんだか昨日よりも緊張していますね。緊張して、お魚さんありがとうございます。お魚さん たくさん大量。犬派猫派どっちも派。どっちも大好きです、動物大好きなので。木田さんにね、あの研修で、はいはい、予報センターのこのやり取りの方も研修させていただいたんですが、もう最後ね優しく、うん、教えていただいて、いやいや本当にもう私が教えられることはちょびっとですね。いやいやいや、そんな多分ね、江川さんとかね、うん、厳しくビシバシ教えていただいたんじゃないかなと。厳しくないです。こちらにいらっしゃいますしね。あ、いるのか。じゃあちょっと後で怒られるかもしれません。違うか、ここでなんかランチされてんのかなと思ったけど違いそう。なんでしょう、ゴミか。なんかね、和みますよね。ポポタン、ポポタンって呼んでるんですか。私もそって呼びましょうかね。ポポタン、今日のポポタン。どいりゃつ。名古屋弁。笑っちゃいました。名古屋見ていきましょうか。なんだか心がホッとしますよね。ホットを飲んで、ホット、あ、もうそういうこと言っちゃダメ。ちょっと怪しかった、危ない危ない。コーヒー好きです。うん。何も言ってないです、うん。何もですよ。僕はもう乾いた、行くんだ、もう行くんだ、ご飯だ、おやつあるかな、出ちゃい。ややこしいや、ややこしいね、うん、ややこしい。なんか怒ってるみたいですね。お散歩ですよ、皆さん、お散歩ですよ。ノースリーブ、寒ない、寒くないんですよ、むしろね、あったかいって感じ、イエーイって感じで、全然ですよ。マイペースでいいですか。マイペースでもいいですか、かまへんですか。気にしないです。じゃあここから3時間お付き合いいただけたらと思います。答えはっていう感じで、なんか、お、あ、幸先いい、やった、嬉しい、初めてのクイズスタート正解しました、イエーイ、ありがとうございます皆さん。あうわ嬉しいですね、うんうん。見事な推理でした、初ヒット類に出ましたよ。じゃあここからは山口さんにホームラン打ってもらいましょうか。予報センターの山口さんと今日の天気解説していただきたいと思います。山口さん、お願いいたします。はい、お願いします。お願いします。いかがでしたか。お、私当てました。 おめでとうございます。冷たいですね。いやそのものです。いや、すごいと思いました。嫌いですか。いや、そんなことないです、そんなことないですよ、あんまりこう、あんまりグイグイ来られるとね。そうですよね、ちょっとテンションが上がってしまって。なるほど、うん、まあ、はい、とりあえず第一戦勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ヒット打ちました、はい、うん。4番バッターいけそうですかね。どうですか、キャスター界の、うん、大丈夫、いけると思います。ちょっと困らせてしまったようで失礼しました。ちっちゃいのもいるし大きいのもいて、ちっちゃい船もいましたよ。
へえー、いいですね。なんだかあのたくさんたくさんいていいですね。今日ちょっと調子悪めですね。私確かにしちゃおっかな。乾杯。おーちゃんビール飲まないです。おーちゃんあのビールあんまり得意じゃなくて、今日なんか私的にあんまり調子が出ていないんですが、ここからもうちょっとギュギュッといけるように頑張りますね。なんかどれが大変だったとか覚えてる？何が大変でしたかね。なんかこれが特に難しかったなとか、そんなに大変じゃなかった？余裕だったということで。一回やってみて。わかりました。突然ね、そうですね、天下め。あー来た来た。これでもう何でも助けてもらえる。はい、わかりました。これ使っていこうと思います。使ってください。ありがとうございます。秘技を教えていただいて。お魚ポーズ、あの難しくてこうやって動いているとこうちょっとお魚っぽく見えませんか、こういうのも。ただあの写真にしてしまうとね、とっても難しくて、あのとってもね、へんちくりんなお写真になってますので、よかったら見ていただけたらと思います。好きレスマのいじりがすごいですわ。そんなこんなでお一人勢は私と一緒にこの後も天気一緒に追いかけましょう。キープしてほしいですか？了解です。君の隣にいたい。ナイス。あ、ナイスとか言って。4枚のバランスがとても綺麗で、ナイス。工夫されていてとっても面白いですね。泳ぎナイス。これあれですね、結構ずっといじられちゃいそうですね、ナイスが。素晴らしい。素敵なリポートありがとうございます。テンション上げ上げでございます。仲間意識あるんで。そうなんですよ、仲間がこうなびいているのでね、私もちょっとなびかせて。この服なびかせていこうかな。可愛らしいお顔、なんか許しちゃいそう、何しても。いいよ。いいんだよって、絶対最高です。アイス。アイスナイス。オナシャスト着てきますね。お願いいたします。お願いいたします。あの私一つ謝ってもよろしいですか、山口さんに。先日ですね、山口さんにぐいぐい行ってしまったということで、ちょっと距離感を誤ってしまって、謝罪会見見えてます。よかった。いろいろナイス、こいのぼりナイス。言いたいだけ。ハッシュタグナイス。皆さんこれ使ってください、ハッシュタグ。カメラどこだろう、あれあれですか、こっち、違うな、これか。ナイス。こんな感じであと1時間も元気に、自由に楽しんでいけたらと思います。牡蠣に醤油を少しかけて食べるのが最高に美味しかったですというふうにいただいています。美味しいやつじゃないですか。うまそう。君の隣にいたい。ナイスナイス、ね、泳ぎナイス。アイスナイス。いろいろナイス、鯉のぼりナイス。あのドアラさん、あの YouTube でよく見ています。何のアピールだって感じなんですけど。ドアラさん、ドアラさん見てますか。カツオも早いですか。カツオ、あ、変なことしちゃった。今日は令和5年なんですね。令和5年の5月5日、
ゴーゴーゴーですね。ゴーゴー。皆さん今日もゴーゴー行きましょう。午後もゴーゴー。あ、なんか本当に元気に、アイスで元気になった。元気なかったですか。失礼しました。元気ありますよ。アイスナイス。昨日の流行語。そしてね、あの、はい、アイリンさんから、うんうん、困った時は天下目というふうに、本当にそうよ。何か事故が起きそうな時はお天気カメラどうぞって言って。お天気カメラどうぞ。公園見たりとか、ね、教えていただいたので、それも今後ね、活躍して。うわー悔しい。そっか、攻めるべきだったんですね。私は守りに入ってしまいましたね。え、最終日ですよ。そうだ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 。あの、あの後母に、あなた行程山行ったわよって言われて、行ったことあるのに、はあ、なんてことだと思いまして、行程山覚えました。なんか富士山みたいですよね。おはよう定山の、そうですそうです、おはよう定山、そうですそうです。なんか皆さんすごい。いやで、行程山ありがとうございます。桜のつぼみ、拙者お見事、開花しました。うん、接近して撮ったということですよね。なんかあの時代劇の拙者が今頭に出てきてしまって失礼しました。開花したということで、拙者したのでござります。アプリからですね、雨雲の様子皆さんご覧いただけます。アプリマイ天気押していただきません。右から2番目レーダー傘のマークですね、押していただきますと、はい、皆さんどうですか。どんな休日過ごしていますか。これ大きいですよね、結構。え、お一人で食べられる。よかったら手伝いますよ。食べきれないですか。お腹が鳴ってます。え、入ってないですよねきっと音。え、入ってないといいな。ウェザーニュースライブ、コーヒータイムじゃないですね、アフタヌーン、引き続き和住舞が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。あのすぐコーヒーライブ、コーヒータイムって言ってしまいますがね、もういい加減にアフタヌーンだっていう話ですね。私がもう出社する際すごかったんですよ。もう聞いてほしい。お聞きください。魚住舞で雨すごかった。ボキボキボキって、もう傘の骨折れてしまって、もう傘がこう、もうここら辺にあるみたいな状況で、ふわーみたいな、でも風よけなきゃってこうやってやって、ブルブル震えながら傘も震えながら、おばあさんみたいな、これで歩いてたんですよ。そうなんです。もうただね、今日はあのヘアメイクさんに、髪の毛セットしていただきまして、どうですか。どうですか、後ろも可愛い感じになっているんですよ。いかがでしょうか、超可愛いですか。お褒めいただきありがとうございます。ねえ、とても可愛いですよね。ナイスナイス入りました。あと木田さんもね、木田さん本当に申し訳ないです。ちょっと木田さんもうあの何でしたっけ、昔ロングバケーションっていうドラマ私好きで、あれ長田が大丈夫。それじゃない、すごく珍しくてフリフリのバラをなんかねお部屋に置いときなって言ってもらったんですよね。ねえ、ねえ、見てるかもしれないですね。あ、やってしまいました。聞かなかったことに。
あげないかもよ今年はなしかもよ言っちゃった番組ラインナップ見ていきましょう。この世になっていますこの世になっています。某バスケ漫画の魚住の話題がちらっと見えまして、ダンクシュート決めちゃえみたいなあったんですけどキャラクターありますよね、ゴリに負けるな了解ですそうそう、そんないじりもありまして、そうそうと思いながらちょっと見ていたんですよ。そのような時にですね、あ、それはそれは置いといてこの音いいですよね、えこのまま寝れば私も思いました、うんとか言いながら寝てないですからねちょっと目を閉じただけですよ私先ほど宇野沢さんに挨拶するのを忘れてまして大丈夫です大丈夫です、はい、あ、いらなかったです、はい、失礼しました。特にスムーズにね、はい、番組が進んでいけば、ね、大丈夫でございます、はい、分かりました、はい、明日の北海道のお天気について詳しく見ていきたいと思います。その前にあ、出張帰りですか、お疲れ様です、サボリナイスナイスはダメかもしれないけど腹囲を測るとき、年一の面白い年一だけへこませるってことですかねあとはなんかこうふーってつい出てしまったときはふーって思い切り吸って幸せ逃さないようにしています。そう、友人に教えてもらってとてもためになったなと。はぁ、あ、やめてください、スーにしてください、スーください、スーをスーをあげますぬこぬこ一生懸命食べてる、いいなぁ、かわいい、大丈夫、なんかコアラお魚食べそうだから大丈夫これ並ばせるとちょっと怖い絵になっちゃうよね全然怖がらないでください、もちろんです、とっても優しい人の名前で呼んでもらっていいのでサバイバイってやるせ、そんなこと言わないでください、まあ、それは皆さん悪いですよ今のコメントサバイってやるせってそんなことないよねおとりになってる食べちゃうぞ、眼中になかったんですけどあ、写真お上手ですか、ありがとうございます、広い範囲でいくら、ね、カーネーションじゃなくてもええんやでということで見てる見なくていいよは私特に敵だとは思ってないんで、友達ぐらい、友達ですね日差しは友達ということ、あ、そうなんです、なのに戻るんで、うん、花の色が、あ、じゃあもういいかなっていう、焼き魚っておっしゃった方いますね今ちらっと見えましたけどそうなんですよ、え、私と自信どっちが好き、自信好きな人いるのかな、ね、そうですよね、何ですか、そうそうそう、それはさすがに、ね、そうですじゃあ私と日差しどっちが好きですか、あ、そうか、ここで考えるからダメなんですよね、そうだそうだ、あ、ごめんなさい、もう魚住さん決まってるじゃないですかって言わないとダメなんだよ日差しですよね、いやいや、日差しです、そんなすいません、こういうとこがね、ちょっと違うんです、違うんです、失礼しました、いやいや、とんでもございません、あ、飛行機がいる、飛行機だ、もうピッと捕まえたくなりましたけど、グラッチェナイスというふうにいただいています、ありがとうございますナイス、お空のお写真ナイスですね、え、大阪はもう速乾アイコンてってれーてってれーだったので、ねえ、もう乾いたそうですよ、なんかこう脱ぎ着でこう調節のしやすい、あの春日みたいになっちゃいましたけど
自分で映ってびっくりしました。ね、ホタルの拙者拙者拙者してござるしてござるウェザーニュースライブといったツイッターもあるんですね、うん、こちらでは、恥ずかしいあちょっと恥ずかしい今日の今日ちょっと恥ずかしいですねこれツイッターでもご確認いただけますので、うん、ちょっと恥ずかしいんですよ、あの自分が写っているのが恐れるなかしこまりました私も動物が大好き で、 あ、そうなんですね、小さい頃何でもいいから動物が欲しいと思っていて、はいはい、冷蔵庫からあの卵取り出して卵温めて孵化しないかなって温めてたことありました。そういうかわいらしい。今思い出しました。孵化はしなかったしないです、しないです、ね、うん、なんかあの母にいやそれ腐るだけだからって思われて第7位ですね、どんよりです。ドゥ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 、でも、あーもうあーもう嫌になっちゃうわね、森田さんがせっかく見てくださっていたので、はい、当てたいと思って頑張りましたが外してしまいました。そんなにこう頑張らなくてもいいコーナーより僕いつも思ってるんですけどもね、拙者尽くしでござりますね今日は。うん、拙者拙者好きじゃ好きでござるねえ拙者でござるな、こちらねえ素敵でいいお洋服ですよね、ふんわりかわいい、くるくるちらちらっとしましたが、はい、あの先日こう母から連絡が来まして14日行くわってあの会いに来てくれるそうで、あやばいむしろ来てくれるから送ってもいないっていう、これあのお母さん見てたら見ないでください行くわって、そうなんですよ、うん、来てくれるそうでねえもらいに来てくれてるのかな、もらいに来るねえ、そうそう、でも母に会えると嬉しくワクワクな、そうなんですよ、はい、ありがとうございます行くでって母ですかお母さんねえお部屋きれいに母迎える準備しないと、私今どれだけ食べても満足しない体になっていて、なんだかずっと食べているんですよねお家でお弁当が欲しいってすごく思うんですよ、お弁当なんであんなに満足感あるんだろうって、幸せでですかね、愛情でこう満たされるのかな、うん、お弁当作ってほしい明日お母さんにお弁当作ってって何日か分の、そうなんですよ、今満足しない体になってて食べ盛りかもしれない、うん、あそれ金箔味か、あそっか確かにそれ金箔味だ、金箔だもの金箔だもの、眉を海鮮食べてこの金髪アイス金もうやん金箔ですね、金沢旅したいですね、眉をねえ、あられちゃんによく出てましたあられちゃんの名言なんでしたっけ、ダフンダじゃなくてペラペラキャンディー食べるんちゃ納豆はあまり好きじゃないですやばい、そっか檜山さん、そうですね、茨城の方、でもなんかあの鹿島アントラーズのなんか宇野沢さんとのこの写真見ましたよ、あかん、やばいやばいですか、あやばいやばい、あれなんか忘れてるなと思って、なんだろうなと思って、あ名前言ってなかったと思うんで失礼しました、魚住まいですおーやったやった、嬉しい、3連敗からの2連勝です、イエーイ、ありがとうございます皆さんもありがとうございます、やった当てた当てた、嬉しいですね、おーやりました、うん、引き続きウェザーニュースライブアフタヌーン
魚住舞が担当いたします。よろしくお願いいたします。危ない危ない。おかしいな。なんで今日こんなに名乗らないんでしょうか。危険な暑さとおっしゃってる方はやや消臭少数今頑張って言ったのに少数ですね。人に威張っていいらしいです皆さん暑いですか。皆さん暑いですか。暑くなってきました。暑いですか、ね、そうですよね、暑いですよね、うん、暑さに負けずパワーでいきましょう。元気にいきましょう。何ですかこれですか。恥ずかしい。かわいいだろってヘロヘロ。ホタルだホタルだ。平気であります。マジカルレボリューション。夏日真夏日猛暑地うん、これ暑い日に最高の飲み物です。飲み物食べ物かあ、夏ってこともあるの。あるのとか言っちゃいましたあ、そうなの意地悪なの。癒しもあらやだすいませんそうなんです。いつも口が癒しいのって家族にも言われてました。そうなんです、食べること大好きなんですえ、それ引きちぎっちゃダメですよ何でしたっけ、あのうわ何でしたっけ、あれ忘れちゃった。ちょっと出てこなくなっちゃいました。コーラ持ってる。あ、ワイルドだろうワイルドだろうって確かにしたくなりますね。2つの2択ですが私はこっちです。あ、こっちチャラン、ほらほら髪飾りもかわいい、ね、またなんか違う雰囲気になりますね。すごい服がずれてるのが気になりましたけどもすごい勢いで、あ、どうずれてんだ、すごい勢いでずれてるのが気になりました、すみませんじゃあ今日の第5位はひんやりです。どうぞ。トゥル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 、はい、ありがとうございましたはい、もう、番組終了となります3時間ご覧いただきありがとうございます、ね、私もなんかいいなと思いながら聞いていましたが、コメント欄は見てるってコメントされてる方いて、見てるよと思いながら、水田のある水田のある風景、新緑が綺麗ですといただきましたすいません、水田ですね。大丈夫ですかね。シャウ、はい、あれシャウ、あれ、あー、あれシャウじゃない、シャウ誰わざとですよね。ホタルの名前を当てましゃう当てましゃう、ではしっかり当てていきたいと思いしゃうどうですか一回、あ、じゃあこの取り切りでスクショタイムです皆様。あこちらはホタルの名前を当てましょうということで、シャウじゃなくなってしまいました、寂しい。ホームで一言とは電気通信電車通勤者の皆様の強い味方、素晴らしい記念日となりましたといただきました。すごいですね、美しい、なんだとちっちぜいさんがいる、いらっしゃい、いたちちちちワイルドだろう2色のカシャン、カシャ行かないで、わかりました。 100% はゼロでした。ちっちぜいさんもいるかと思いますが、わからないです。あ、これが大事なんですね。へへへへ、
皆様、週の真ん中水曜日のお昼下がりですね。お昼下がりですか？わからないです。2時が昼下がりなのかもわからないですけれども、パワーを出すにはですね、パワー運動ですね、きっとパワーわからない。どうですか？パワー出ました？無茶ぶりちょっとスタッフさんに無茶ぶりさせました。あー恥ずかしい、うん、綺麗、いいお写真出すすごい出すねえ、お空にお山にナイス出すよこれはコンビネーションすがすがしく外してしまいました。いやいやいや、スタッフが悪いですどう見ても優しいどう見てもスタッフが悪いですねちょっと意地悪ですね。意地悪ですね、すごくね。あ、スカイツリーと背比べできそうどうでしょう、あ、負けてる？スカイツリーに勝てるかなと思いましたが、ちょっと負けてしまいましたここオリボーになってる。 あ、びっくりしたびっくりちょっと恥ずかしかった、びっくりしましたはい肺が肺が入ってしまいました恥ずかしいそう、三日月の日に生まれて美月ちゃんにしようと思ってたんだよねって母に、うん、言われました。あ、美月って可愛い名前だなと思いつつ、祖母と相談をして今のまゆという名前になったみたいなんですけど、そうです、その字で。ねえみーちゃん、そう、この間うん、お食事行かせていただいた際にその話もしてました。私も美月になる予定だったんですみたいな話をそう、みーちゃん二人なったかもしれませんね。うん、ではここからはですね、現在開かれている空ミッションについて見ていきましょう。あ挨拶をし忘れてしまいました、失礼しました。どうなんでしょうか、クマさんに聞いたら鮭って言うかもしれないですね。うん今日はダメだ、スタッフさんが冷たいそうですね、聞いてみてください言われちゃいましたけれどもうん、じゃあファンキーに一緒にお天気追いかけましょう。ファンキーどんなポーズなんだろう、ファンキーモンキーかこれ、ファンキー、ファンキーに行きましょう。バチ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 、イエーイ、ナイスな金曜日ですよ、ファンキーありますよね、音声かけ流し、温泉じゃない、すぐ温泉かけ流しちゃう、源泉ですね源泉かけ流しいいですよね。この後もファンキーに行きましょう。番組前にチョコチップクッキーと、あとはマドレーヌ、食べていない、マドレーヌ、ニュって言ってないですもんマドレーヌですもん誰ですかスタッフさんのあれですか、ちょっと意地悪しましたねえ、ニュ言ってないですよね、どうですか、判定、皆さんの判定言ったのかもしれない、あ雲を体で再現してみました。以前番組で私、私が生まれた日が三日月で、それを名前にして美月になるところだったっていう話を以前したんですよね。そしたら母から番組終了後に LINE が来まして、三日月じゃないと月が綺麗な満月だったのかな、うん、月が美しいの美月になるはずだったんですって、うん、そう、美月なる予定っていうかしようと思ってたんですけどみたいな、そう思ってたけど、魚住で
水木だったか三月だったか忘れたんですけど、また三つってまた戻ってく感じがなんかちょっと違うかなってなって亡くなったみたいなんですよね。そうそう、みーちゃんじゃないですまーちゃんですそう、みーじゃないですよ。そうなんですよね。月が、綺麗な丸だったみたいです。そう、兄が2個上にいるんですけれども、月が好きでムーンムーンって言ってたんです。で、その私を出産しに行くときにムーンムーンって言ってて、あ、月綺麗だねって話をしていて、そう、みつきになるところだったみたい。みーちゃんならずでした。まーちゃんです、はい、紫外線対策は万全に行いましょうとか言ってたのに、うーしてくれないバイバイ。